全国宅建受験生の皆さん、こんにちは。レック講師の水野です。本日はですね、直前のですね講座、こちら毎年恒例となっておりますですね、超直前燃料補給企画必須需要論点 59& 民法ロジックというですね、こちらの講座のですね、概要、そういったものをね、10分程度お話しさせていただきます。でまずこちらの講座ですが、本当に試験直前のところでやるんですね。でやはり試験直前、やっぱり何が必要かって過去問なんですね。ただ過去問も全然どうでもいい、要はもう重箱の隅つつくような、そういうどうにもならないような過去問、レックでいうと C ランクの過去問ですけどね、もうそういう問題はね、この直前期扱いません。例えば、抵当権とかもね、毎年出ますけれども、例えば配当の話とかね、どうにもない寝抵当でも難しい、マニアックな、もう寝抵当でも典型的なところもあるんですけどね、でもどうにもならないところとか、法令上の制限でもそうですが、宅建業法でもね、これは細かいなってことはありますわね。そういうね、もう枝葉のところはね、もう出たとしても10年に1回もう合否しかも関係ないんですよ。そんなのね、この直前期やってもしょうがないです。知らないことを知る勉強ってね、気持ちいい勉強なんですよ。でも気持ちいい勉強やっててもね、合格しないんですよ。要するに分かってること、それを徹底的に完全に理解し、そして頭に入れる、これが直前期大事なんですね。ただ分かってるつもりになってるところってあるんです。それ合否を分ける問題になります。だいたいそうですね、出方とかが、ちょっと引っ掛けがあって、あやふやな知識だと、あ、丸っぽいなってやったら罰だったという、そういうところってあるんですよ。合格者の正答率がだいたい8割とか超えてくる、でも不合格者の正答率が5割切る、そういう問題を徹底的に扱うのがこの必須重要論点演習59ってやつです。59ですね。59っても、もうちょっと広がったりとかで、ね、してあるんですけど、論点はあるんですけど、ただ59、ここはね、絶対に持ってけという、要は合否を分けるポイントですよね。そこをね、もう徹底的にやって、ではっきり言って、例えばね、宅建業法で30日以内に届け出しなきゃいけないとかね、営業保証金どうしなきゃいけないって苦手な方もいるでしょう。でもそれは覚えてないだけなんです。覚えてポンのところはもうここやりません、講座で。だって、あともう自分でやれなんでね。でもそこの実はなんか理解してそうでしてないっていう、もうやはりね、この受験生ってもちろんね、年々レベルは上がってるのは確かなんですけど、でもやっぱりあやふやなところってね、毎年一緒なんですよ。でそういうポイントで徹底的について、じゃああと残りの誰でも覚えりゃやれるところ、そこは自分でやってくださいというのがこの講座の趣旨でございます。であとは民法ロジック10か条っていうんですが、これですね、裏に出てるんですけど、民法道場は民法って暗記しなくてもある程度得点できるようにするという、権利関係全般言えますが、特に民法ですね、条文だけで1000条以上あるんですよ。その1000条以上の条文全部覚えられます、というより条文覚えても判例、裁判官が出した裁判官の判例、それも問題になってるんですよね。そんなこと言ったらもう何万もあってですよ、ポイントがすると。それが権利関係、民法だけで10問で、権利関係でも14問しか出ないんですよ。宅建業法なんて80ちょいの条文とその関連知識で、200とかその程度ですよ。そっから20問も出てくるんですよ。これね、民法はね、暗記やってたらね、もう直前期無理ですって。よくね、権利関係もね、直前期1週間みっちり権利関係やったおかげで合格できました、権利が10点超えて合格できましたとかね、そういう人はね、たまたまなんですよ。たまたま民法をやって、その民法をやったところが、あと自分との問題の感性が当たった、だからできた、だから民法が原動力になって、もしより良かったから民法直前やって良かったという結果論なんですよ。はっきり言いましょう、どう考えても万人に対して言うときは民法直前期やるなんてありえないんです。なぜならものすごい広い論点から、ものすごく広い場所から少ない問題ですから。じゃあ法令は、法令も広いけど、法令ってだいたい過去問やってたり、エキスト載ってることって絞られてますよね。そこもう出るところ、徹底的にやる、絶対権利関係よりは少ないはずですよ。あとは業法ものすごい小さい範囲じゃないですか。そこから20問も出てくるんですよ。じゃあ業法とか制限覚えてポンの制限、直前期はやっぱり注力するべきなんですよ。じゃあ民法やんなくていいかというと、民法も今まである程度やってたらやんないともったいないですもんね。いや、民法って全くやらないと感覚さびれるんですよ。やっぱりハートで解くっていうところって私は大事にした方がいいと思うんです。本試験でもこれはこっちの方がかわいそうだな、どっちがマシかなっていうのは大事なんですよ。だけどそれが当たるようにしたいんですよ。そのためには民法も考え方なんです。これは一般常識と民法の考え方が近い方だと、民法って実はなんかあんまり勉強しなくてもできるんだよねっていう方はいらっしゃるんですよ。それはそれでいいことなんです。その方の感性と民法が近いから。
だけど絶対そういう方でも、え、いや俺こっちの方がマシだと思ったら違ったんでっていうね、そういったところを覚えていくという、そういう作業をまあ長い間の勉強でね、この卓球試験の勉強でやってる方はもう今もうすでに権利関係だって10点オーバーとかね全然いくでしょうよ。でもやっぱりね、民法はなかなか点数伸びてない方が多いんですよ。それでもやっぱり権利関係は全くやらないとどうなるかって言ったら、まあ14点のうちね2点とか3点だと、いや今の卓球試験やっぱ挽回厳しいですよ。業法制限、いや、やりゃできるったってそんなに甘いもんじゃないですもんね。あと業法満点狙えったってなかなか満点は取れないですよ。やっぱり業法もね、16、17超えてくると、17から20にするのってちょっときついです、だったら権利関係で考え方、もしくは権利関係でちょっとやればできるところってあるんですよ。そういったところをですね、まあここをちゃんとやっておきましょうと、うん、だから暗記じゃなくて考え方ね、もしこういう難しい問題が出たらこういうふうに考えると確率上がるよっていう、そういうようなね、まあ、非常事態ではないですけど、その民法をもう覚えてない覚えてないことを正解に近づけるようにね、確率上げるような、そういうようなね、話をするのがこの実は民法ロジック10箇所って言うんです。10の考え方を持って、ね、原点に立って考えると当たるという。だから皆さんが自分自身が裁判官になったつもりで選ぶ。そうするとお当たった。そういうのがね民法ロジックです。だから直前期ね、あんまりもう民法暗記で、もう暗記しなきゃいけないのは法令とか税金とかそっちなんですよ。あともう宅建業法はすでに問題解き慣れで、もう引っ掛けパターンある程度できてて欲しいんですよ。で引っ掛けパターンができてて欲しいんだけど、そのできてないところがやっぱりあやふやなところがまだまだあったりするから、この59で潰し、そして民法ロジックで10箇条というので、民法の考え方で最低限の7点というのを考え方で確保するという、そういう話でございます。だからこの59民法ロジックで、そうですね、まあ一番ねこの講座がいいのは、全くゼロの勉強の方は、意味ないかもしれません。だって59ってその本当に合否分けるとこだから。でそもそも合否分けるとこじゃない、もう誰でもちゃんとある程度努力していりゃ絶対できるようになるところ、そこすりゃやってないって言ったら、いやそこやった方がいいんじゃないですかと、そこやんないと合否を分ける段階まで行ってないからね。でもそれはねまだ間に合うんですよ。本当あと1週間のところでもガー上がるもんなんですよ。でも1週間のところで上げられないような、そういう論点、そして民法ロジック考え方ですね、最後の最後に見ていただきたいという思いでね、毎年、結構長い間やっててね、3000名突破って私は数えちゃいませんでしたけどね、これレックの期間講座って普通のメインの講座だとね、年間これ以上の人数がいらっしゃるようなんですけどね、やっぱり個人のねこの道場ではこの人数というのは結構すごいみたいなんですよ。だから、なんか記念品でね今回見てくださいよこれ、直前を熱くするオリジナル CD を道場申し込み先着300名さんにプレゼントと、なんとこの CD、 私がサックスを吹いてる CD がもらえるというね、ある意味産業廃棄物になっちゃいそうなものなんですけどね、ただもしかして私がねこれからもっとねこうビッグな人間になってね、そしたら価値が出るかもしれないね、そういう投資のためにもね、ぜひこのね、講座受けていただければと思います。皆さん合格の原動力にさせていただければと願ってますのでね、ぜひお時間とお金と、と余裕があれば、こちらの講座聞いてみてください。以上でございます。はい、それでは皆さんの、ご検討をお祈りします。支援頑張ってください。それではお疲れ様でした。